さて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 、あと2走か。いやー、長い。これは長い戦いだぞ、相当。これでいいのか？よし。まあ、ここでね、モンスターバシバシ湧いてもらって、水で押し流して下まで落ちてもらうわけですよ。なんで、構造としては非常にまあシンプルっちゃシンプルなんですけど、どうやってね、落とすかが、なんていうのかな、どれぐらい湧いてくれるかっていうのがね、鍵になってくるんですが、どうかな。よし、もうちょっとで終わるぞ。これね、このカニ歩きモードにしとかないと、カニ歩きモードじゃなくて、そのクランチモードにしとかないとね、もう下まで何回も落とされたんで、もう、よし、じゃあこれで終わりか。よし、ここ削って、よいしょ。これでいいのか？もう一つか。よし。で、ここにはめると。よし。さあ、あと一個。長かったーって、ここ入れちゃダメじゃん。よいしょ。もう、早送り使っても、これ一本の動画にできないかな。30分ぐらいになっちゃうぞ、多分。ちゅうことでですよ。まあ、あと、上塞いで、ピストンでね、その水を、一定時間の間、吐き出す機構を作ったら、終わりかな。さすがに疲れた、これは。もう、これ以上大きくするのは、ちょっと一人では無理ですね。よし。じゃあ、とりあえずこれで、上を塞がないといけないんだけど、ジャンプ。よし。ピストンをどうつなぐかですけど。あ、なんかない。なんで？あ、だいぶ、ダメか。なんでだ。なんでここだけないんだ。ひどい。なんでないの？そこだけ。ちょっと勘弁してください。そういうことすんの。もう。よし。ここに設置。これ作る。すいません。申し訳ない。いやー、これは辛い。よいしょ。で、あと、100個で足りるかな？足りるよね。よしよしよし。足りそう。OK。これで、上塞いじゃえばもう、とりあえず、形は完成なので、クリーパーの顔とかなんか外見をこだわるかどうかはまた後で考えます。よし。とりあえず上で湧かないようにして。ここの高さはいくつなんだ？ 122。あと6マス分上げられますね。ちゅうこと、あと3階層をつなごうと、つけようと思えばつけられるんですね。3階層？ 122。3だから、そっか。2、あと2階層だ。つけられて。あと2階層上につけようと思えばつけられますね。まあつけなくていいかな。脇結構すごかったんで、多分大丈夫だと思うんですよね。ちゅうことでですね、ピストンを設置しなければいけないので、ピストンちょっと取ってきますね。よし。あと、レッドストーン関連を引っ張ってこないとダメですな。さて、取ってきました。ちゅうことで、どういうふうに設置するかなんですけれども、これは緑の羊毛を使って隠した方がいいのかな。木でやると目立つよね。丸石はこのね、足場は壊す予定なんですよ、後で。ふむ。あと水汲んでこなきゃ失敗したな。まあいいや、後で。一つ作ってみますね。ここに、緑の羊毛で一応やるか。よいしょ。んな感じですね。緑にしなくてもいいかな。よいしょ。これでですね、
ピストン、これ置いといて、ピースフルにしてるんで、剣はいらないな。これ持って、これいって、これでいいか。OK。ちょっと足場広げます。落ちたら怖いんで。それで、ピストンは、さっき出してきたピストン、あったあったあった、OK。ピストンをこう設置してですね、ここは閉じちゃって OK。で、水の来る場所としては、あ、そっか。一段上げなきゃダメか、これだと。ですよね、多分。よいしょ。届かないですよね、これじゃあ。そう。あららららららら、そっか、これ、解除しないと。よし。よいしょ。一段上げなきゃダメですね、これだと。よいしょ。そっか、そうすると、ここにしないといけないのか。よいしょ。これ削って、これもったいないな。あとで下に回収しに行かないと。よいしょ。ちんたらしてすいません。もうちょっと考える力が不足してるな。集中力が切れてきた。よし。じゃあこんな感じにしますよね。よし。それで、ピストンをこう設置、水を流す。って感じですね。そうすると多分いいんじゃないの？これで。これでちゃんと最後まで流れてるはず？流れてますね。OK。じゃあこれでいきましょう。それでね、上塞がないと明かりが入っちゃうんですよね。いやーこれ、緑の羊毛がすごい必要になるな。緑じゃなくてもいいかな。悩ましい。で、どうするかっつうとですね、これ上に伸ばしていくんですよ。まず、ここでしょ？うわ、また来た？雨。ここで、こうする。それでですね、まあ、緑の羊毛はいくらでも手に入るので、もう。で、こういう風につなげる感じかな？よいしょ。とりあえず、配線だけ準備しちゃいましょう。ピストンの来る位置がそこ、あら、間違えた。ピストンの来る位置がここですね。よいしょ。あ、間違えた。何してんの、これ。これでいいんだっけ？これでいいんだよね。で、こういう風にね、上に上げていくんですよ、回路を。そうすると、ちょっと小さくなりますね。よいしょ。で、ここで最後かな。あ、もう一つか。そうですね。これで OK ですね。それで、ここでしょ。ここをつなげて、よし。そこのラインのところにピストンが来る感じですね。で、ここも、よいしょ。こんな感じですね。それで、また上に上がって、一回配線をちょっと考えましょう。上はこんな感じで OK だから、で、そこにピストン来る、こうですね。よいしょ。これめんどくさいでしょ。時間かかりますせー。よし。で、これを4つやったら、まあ、とりあえず一段落ですね。よし。今日なんとか終わらせたいんですよね。
終わらせたいんですけど、終わるかな？よいしょ。よいしょ。で、ここに置いて、次はここか。よし。これでとりあえず OK ね。さて、次は上に上がっていって、一段ずつピストンを設置する作業ですね。時間がかかりますが、まあ、しゃあない、しゃあない。ここに、ピストンが来ると。で、こんな感じになるのかな？ですね。こんな感じになりますね。で、そこに水を入れると。こっちじゃない。これは緑の羊毛も足りなくなるパターンですね、多分。よし。で、水汲んでこないとダメですね、これ。多分。ピストンだけ置いてきますか、とりあえず。よし。まあ、こういうとこもね、包み隠さずお送りすると、まあ、動画がとんでもなく長くなるんで、カットしつつやらざるを得ないですな。あとここか。よいしょ。あらー ひどいのね。ピストンにしてやられるという。よし。じゃあ水汲んできますね。水ないとまた行き来しないといけないんで。めんどくさいからジャンプしよう。よいしょ。あともう一つ必要だな、バケツ。さて、水汲んできました。水汲んできたんで、ちょっとここら辺にあれ作りますか。よし。無限水源っていうのがね、作れるんで、それを作らないとこういう作業は本当大変ですよね。よし。OK。じゃあ、ここに無限水源を作ってですね。これでいくらでも、取れるようになったと。で、次は、ピストンの置き場所と、よいしょ。別に緑の羊毛使う必要ないかな。ここに置く。で、ここは OK と。よいしょ。一段上かな。で、これに弾き出されたんですね、さっきね。ああ、落ちていっちゃった。ここに置いて、よいしょ。ピストン。よし。ピストン。で、ここじゃダメですな。ここですね。よし。よいしょ。で、ここも閉じると。OK。こんな感じでね、ずっとやっていきますんで、とりあえず一通り終わるまでカット。さて、ラスト1個、ラスト1個。足りるかな？ 64 個。ああ、絶対足りなさそう。まあ、いっか。とりあえず、ああ、取ってきた方がいいな、多分。それ、死ぬかな？あ、死ななかった。さすがダイヤモンド。ダイヤモンドのアーマー。よし。どこだっけ？ラスト1個ね、あれでいきますよ。早送りで。早送りで、お送りいたします。いやー、羊毛取るのも時間かかったし、もう、ほんとすごい騒ぎですよ、これは。よし。3日かかった計算か？これだと。そうですね。まず、ピストンを置いていこう。これね、回線を上に伸ばさなきゃいけないんですよね。
配線をつないで下にボタンを設置するんで、それをどうつないでいこうかって今ちょっと考えてるんですけど、よし、これで OK。 とりあえず、ピストンの配置は終了ですね。これで機構部分はとりあえず終わったので、配線をどうやってつないでいくかですな。次はここは、よし、こっちも OK と。さて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 、一段つないじゃえばいいんですよ。一番下だけつないじゃえば、あと上に伸びていくんで、回線を、配線はね。うん。なので、それをどうつなげるかなんですけど、水はもういらないけど、一応二つ持っておきましょう。よし。じゃあ、ここ塞いじゃって、もう壊しちゃいましょう、ここ。よし。で、次は、下にボタン設置して、上にまで引っ張ってくるんですが、それをどうやって引っ張ってくるかがちょっと難しいところなんですよね。まず下降りた方がいいかな、これ。よし。この下から決めないとね、ほんとごちゃごちゃするんで、そこを伸ばすか。ここから行くか。それともこの後ろにする？ふむ。ボタンをどこにするかな、まず。これ、ピストンここに設置する予定なんですよ、私。こんな感じで。で、ボタンを押すとですね、出てくるような感じで、アイテムがね、取り逃し、こうやって出てきちゃうんですよ、取り逃しがね。なんで、ボタンを押して出てくるようにしたいんですけど、それを、どうしようか。まず、ここだよね。それで、そこにピストンのあれを置くってことは、ふむ。ここ、なんか、ちょっと面白いようにしますか。ちょっと待って。よいしょ。で、ここ削って、逆さ階段とか使ってちょっとデコレーションしようかな。ちょっと、まあ、仮で置いときますね。よし。悪くない。よし。で、次は、どうやって伸ばすかですね。さてと、ここから伸ばしちゃうか。ふむ。ふむむ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 む。ここ見えないんで、ちょっと、よいしょ。ここにね、置きたいんですよ、私としては。こんな感じで。なんで、よいしょ。ここ、こうして、見えないからそこはどうでもいいや。で、ここにも支えの柱を立てる。よし。それで行こうか。まあ、多分大丈夫だと思うんですけど。よし。ちょっと、つらい。よし。で、また配線の伸ばし方は、同じで、上に伸ばすんで、こういう風な感じですね。よし。こうやってレッドストーントーチの上にブロックを置いて、どんどん上にパワーをつなげていく感じですかね。よし。じゃあ、これで多分上までは行きますね。で、向こう側にもピラー立てるんで、バランスが悪くならないようにしますが、上でどうつなげるかですね、今度は。よし。あともうちょっと。よいしょ。これで OK。さて、そっか。上に直接行っちゃった方がいいか。もう中入る道がないのでね。ここ多分水なんですよね。ふむ。
やめた。まずどこが空いてんだろう。ここら辺かな。あ、そこ空いてますね。そっからか。じゃあ、ここから伸ばすんで、もう、あ、これでいいか。こうして、あそこは今オンの、ピストンは今オンの状態になってるんですよ。なのでオフにしないといけないので、これで、どうすりゃいいんだ？ふむ。これで外に伸ばせるか。うん。さて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 、やっとちょっと形になりましたね。こんな感じになりましたけど、ちょっとなんかいびつな木みたいな感じ、なんかすっごい大雑把な緑の羊毛がね、ちょっと集まるのに時間かかってできな、なかなか進まなかったんですけれども、クリーパーのね顔にしようかなと思ってて緑の羊毛にしたんですが、いっそのことを巨木にすればよかったと思っております。まああそこの正面のところにねクリーパーの絵でも描こうかなって思ってますけど、黒の羊毛がまだ入らないので、それはまた後々やろうかなと。でここ冬棟になってるんですけれども、まあここからだと見にづらいのかな、ちょっとまあまあいいのかなと思います。ちょっとね、あっちの高さよりちょっと高くなりましたけど、まあ、形としてはそんなにね、悪くないので、私は。もう、いっぱいいますね、モンスター。一応ですね、上で湧いたモンスターは、自走して勝手に落ちてくるやつがいるんで、それはまあ、ここに溜まっていくわけですね。クリーパーがいっぱいいるね。ガンパウダーが手に入るんでいいですね。で、これで、こうやって倒していってですね、ちょっと1マスの幅であるので、雲が出てきてしまうっていう、欠点があってですね、あと一応直さないといけないんですけれども、で左のボタンを押すと今見ていただいたようにね、ピストンが押して、奥にあるアイテムを出してくれますと。つなぎ方はもうサボったんで本当に簡単です。ここでこんな感じでつないでます。で、右側のボタンを押すとですね、上のピストンが作動して、水せき止めてるピストンが、水をねせき止めてるピストンが動いて、水が一気に放出されて、また引っ込むと、水が引っ込むとね、で水はね、落ちてこなかったモンスターを超えてて吐き出してくれるっていうかね、水路に落とす役割をしてます。なので今ちょっと湧き潰しをね完全にしてないので、ちょっと湧きはフル稼働はしてないんですけど、それでも十分ですね。もうほんと5分、5、6分で、まあ6分7分ここにいればレベル30になっちゃいますね、もうね。これで雲出てこれないんじゃないの？多分雲これで出てこれないですね。これ 1.5 マス分あるんで、これも一応動くよね。うん、オッケー。これで、あ、そっか、下に落ちちゃうのかな、アイテム。大丈夫かな？ちょっと、
使ってみましょうか。これで多分雲出てこれないと思うんですよね。柵は 1.5 マス分なので、0.5 しかないんですよ、その隙間がね。事実上。よし。で、これで、モンスターの足を狙って攻撃するという感じかな。よし。あ、いいですね。ちゃんと落ちてきますね。湧き潰ししてないのにこれだけ落ちてくれば私十分ですね。何の不満はない。で、これたまにこれを押して、上の水を作動。さて、頑張って作ったので、まあ、今回はね、こんなところでお別れしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。